皆さんこんにちは。今回は2021年4月にリニューアルオープンされた岐阜県多治見市にあるオリベ本店テラスカフェに行ってまいりました。陶器のアトリエやショップも併設したカフェで、スリングやカートを利用すればショップ内も見て回ることができるんですよ。そしてこちらとっても素敵なガーデン、ネンドパークでお散歩もできて、まだオープン前ではありますが6月頃にドッグランもできるんですって。楽しみ。ちょっと見て、ベリーはもうドッグランがあるって思ってる。やばい。この入り口前のテラス席は全犬種 OK なんですけど、今回は中型犬まで OK の店内のテラス席を予約したから行ってみるよ。このアトリエを抜けると陶器のギャラリーやショップがあるんです。とっても素敵だから、ランチの後に一緒に見てね。すごい開放感のあるテラス席。ベリー、お願いだから要求ボイはほどほどにね。どうですかこの景色。こんな素敵な景色を眺めながら食事ができるなんて贅沢。ちょうどお昼時にやってきたんですけど、ランチはもうなかったんです。限定10食なんだ。ということで、単品でジェノベーゼとミックスピザ、食後にドリップコーヒーゼリーとわらび餅抹茶ラテを注文しました。水じゃないって。ワンちゃん用のメニューはないから、ベリーはオリジンだよ。あ、ここにも書いてある、店内テラスはペットカートご利用の方に限りますって。サラダが来たよ。この箸置き見て、レンコンみたいで可愛い。パスタとピザも到着。半分ずつ分けて食べたけど、ピザは特に美味しかった。ここから見えるように、この奥にもテラス席がいくつかあるんですよ。どの席でも180度のパノラマ絶景が楽しめちゃう。アイスコーヒーとアイスティー。アイスコーヒーも陶器のコップで、こんな素敵な景色を眺めながら飲むとより美味しく感じる。そしてコーヒーゼリー。なかなかコーヒーゼリーって置いてあるところ少ないから嬉しい。アイスの横に生チョコが添えてあるの分かる？コーヒーとチョコレートって合うよね。これは確か抹茶もちラテだったっけ。中に小さくカットされたわらび餅が入ってたんですよ。そういえばこのウォーターボトル、お友達が持っててどうしても欲しくて最近買ったんですけど、車の移動中すごい便利なんです。そして、うん、そこで出てくるよ。おさんと戻らん。残った水が戻せるから、車の移動中はもちろん、こういう場所でも大活躍。ここモーニングもあるんだけど、限定10食って少なくない？今から店内とネンドパークにも行ってみるからね。ベリー、よく頑張ったね。個性あふれる作家さんのギャラリーは見応えがある。動物をモチーフにした一輪挿しや器も可愛い。コーヒーカップにサボテン。これマホガニーのチェアなんですよ。置く場所があったら欲しい。名前入りの土手鍋に陶器の兜、掘り出し物がいっぱいのアウトレット。こんなとこにプーさんが。2階にはさらに立派なマホガニーのチェア。扇子もあるし、お線香もある。鯉のぼりもあったよ。この器も素敵。まあまあ、お茶でもどうぞ。
箸置き。そう伝えられる。これ箸置きか。松茸大変だよ。じゃがいももあるよ。陶芸体験ができるアトリエ。ここで最後焼くんだよ。あ、そうなの？あの窯に入れて。ここは形を作る。あ、工程が書いてある。次はあの素敵なガーデン、粘土パークに行ってみるよ。暑くない？触ってみて、暑くない？真夏はアスファルトが暑くなるから、みんな気をつけてね。あいで、あいで、あいで、あ、来た来た、かわいい子ちゃん、来た来た、あいで、あ、来た来た来た、一生懸命来るね、えらいね。綺麗なガーデン、お散歩するだけでも楽しい。この階段を降りるとドッグランがあるんだよ。見えてきた見えてきた。ゴロだった。まだはっきりと決まってないんだね。ショップ、カフェ、ご利用様。ご利用様って何？暑いね、これから。カフェもおしゃれで景色も最高。作家さんの作品を見て楽しむこともできるし、気に入ったら購入することもできるし、まったりした休日を過ごしたい時にはおすすめの場所。ドッグランが6月頃にオープンすれば、きっとワンちゃんたちで賑わうことでしょう。ああベリー大丈夫？何それ？トリックアート。9月頃にドッグランができたら、またビリーと遊びに行きたいな。実はこの日、この後に前回の動画、ビレッジピープルさんのドッグランに行ったんですよ。